メンテナンスは手作業になります。最終的にはミクロン単位の手仕上げ、これが要求されてきます。でそこはもう経験を積んでいくしかないんですけども、腕を磨いていくっていうのは何十年もかかる。ここは水晶デバイスに使われる人工水晶原石を作っています。特にセンサー関係に使われているデバイス、人工水晶は非常に高品質な素材を要求されます。一番短くて3ヶ月、長いもので6ヶ月育成しています。釜揚げの時はですね、もう陶芸家さんと一緒でいつも毎回ドキドキしてですね、仕事しています。素材が出発原料となりますんで、いい素材を作ると水晶デバイスのアドバンテージになると考えています。いい水晶を作るには原料、種水晶、釜、それと人です。何一つかけてもダメです。水晶は生きてます。